皆さんちょっとごめんなさい。ちょっと今緊急で夜中に動画を撮っておるんですけども、今日アップしたね、ルミナーネオの動画の件なんですけども、ルミナーネオっていうね、このソフトを買おうとしてくださった方で、ユートビのね、プロモーションコード、まあ、クーポンコード、それがね、使えないっていう報告をね、何件かいただきまして、ちょっと急遽このルミナーネオのね、会社のスカイラムソフトウェアっていうね、会社なんですけど、そこのね、ご担当者の方に連絡しました。でもこれごめんなさい。クーポンコード使えるのが、2月の15日、この日がこのルミナーネオのソフトの本リリース日なんですけど、その日以降にこのプロモーションコードが使えるみたいです。なのでこの現時点ではね、ユートビっていうクーポンコードがね使えないみたいなんですよ。なので今現時点でこの2月2日時点で買える金額っていうのがもうほんま通常価格でしか買えない状況になってます。今でこれね、なんでこんなこと起こっちゃったのかが、まあ、スカイラムソフトウェアっていう会社があります。でご担当者がいます。でユートビがいますと。でそこのねちょっとリレーションがうまくいってなかったです、正直。まあユートビにはプロモーションコード使えますっていうアナウンスは、まあ、正直いただいてたんですけど、まあ、それでちょっとね、ちゃんと確認せずに配信してしまったのがちょっと僕が悪いところでした。申し訳ありませんでした。ちょっとこれは本当に。ほんでね、こうすでにもう買ってくださってる方もね、何名かいらっしゃるんですよ。本当にもうありがとうございます。コメントでもね、買いましたっていうコメントをいろんな方にいただいて本当にありがたいんですけど、本当にねそれで申し訳ないんですけど、ちょっとね正規の価格で購入してしまってると思います。単品価格やったら9580円かな、新規の方で。でこれ対策としてはもう一つしかなくて、これもほんま幸いなことに30日間の間やったら無料で返金できますよっていう保証がねあるんですよ。なのでもうほんまにめっちゃめんどくさい、ほんまにねお手数をおかけして申し訳ないんですけど、このユートビのコードを使って買おうと思ってくださった方に関しては、この2月15日の本リリース以降に一回その30日の返金保証を使っていただいて、今買ったやつをキャンセルして返金してもらって、で改めてそのユートビのコードを使って1000円オフで買っていただけるっていうことになります。そうなので、せっかくねこのユートビが紹介したからって言ってね購入してくださった視聴者の方大変いっぱいねいらっしゃったんですけども、なんとかこうちょっとユートビも安く安くね皆さんにお届けしようと思った結果、逆にちょっとそれがたまたまこのタイミングがずれて普通の正規の価格で買ってしまってもらってるんで、ほんまにちょっとめんどくさくて申し訳ないんですけど、一回その30日間の返金サービスを使って9580円戻ってきます。ほんで改めてそのユートビコードを使って1000円オフで買っていただくっていうのが一番小安くお買い求めしてもその買い切り版なんでずっと使えるっていう方法になります。ほんでこれ今30日間はこのソフトを使っていただけるんで、実際こう使ってみてもらって、やっぱこう自分に合ってないなとか使ってみた結果微妙やなって思った方に関してはもうそのままね返金手続きしてもらって、その使ってもらって9580円はもう戻してください。この30日間はまあ言ったら無料で使えるっていう期間なんで、今日から30日なんでちょうどまあ3月の頭ですね。その3月の頭までは30日間無料で使ってみてもらって、微妙やなって思ったらもうそのまま返金手続きだけしてもらう。やっぱりこれいいなって思ってその後も使おうって思ってもらったら、その方も返金手続きしてもらって、ユートビのコード使って買ってもらったら安くなります。で、まあ1000円安くなるんですね、これが。でも1000円は、別に大丈夫かなって思う方も中にはもしかしたらいらっしゃると思うんで、そういう方はもうそのままね、使ってもらっても問題はありません。1000円の割引がちょっとね、その方に、お届けできなかったっていうのが本当に僕的には悔しいんですが、一応まあそのまま使っていただくこともできるんですけども、返金してユートビコード使うこともできます。返金するだけでもう使わないっていう手もあります。はい、ちょっとごめんなさい、ややこしくなったんですけども、ちょっとね今回そういうご説明をちょっと早くしないとなと思って、今回このちょっと動画を撮りました。はい。で、このさっき挙げたルミナーの紹介動画に関しては一回ちょっと非公開にしてて、そのプロモーションコードの部分だけね、ちょっともう一回今編集し直したんで、もう一回こう新しくちょっと上げ直します。まあ一応その動画はまたまあ今後も見れますんで、まあ参考にはしていただきたいなと思います。はい、ということでちょっとお騒がせしてしまって、しかもね買っていただいたのに返金してどうのこうのっていうね、ちょっとめんどくさいことさせてしまったりとかして申し訳ございません。今後はもっとちょっと事前にね確認して、そういう担当の方とももっと密にねコミュニケーション取って、こういうこと起こるんじゃないかっていうのはね先にこう質問したりとかして、そういうねことが起こらないように努めていきたいなと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いします。ということで、はい、ちょっとこの動画編集してアップしますんで一旦ここで終わります。ルミナーをご検討いただいた方、ちょっと見ていただいて検討してください。お願いします。切ります。